皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は教室経営でターゲットニーズを知るにはどうしたらいいのというお話について、語っていきたいと思います。まずですね、教室を立ち上げるときとかに、どんな人を呼ぼうかっていうふうに考えたときにですね、その通いたい人がなりたい姿っていうのが当然あるわけで、そのニーズっていうのは何なのかっていうのを知った上で講座を作る方が基本的には集客はしやすいです。なぜならばそれを望まれているっていうデータがあって、それに合わせて教室を作っていくわけなので、集客はとてもしやすくなります。私の番教室の例で言うと低等班のクラスっていうのがあったんですが、これは低等を低等の食事をですね、食べなくてはいけない人が多くなってきているっていう社会背景はもちろん分かっていて、それに加えて低等のパンを食べている方の話とかも聞いたことがあって、でその時に出てきているものが、高いっていうことがまず第一に上がってきてたんですね。自分で買うと、例えば冷凍で取り寄せても、私も実際に取り寄せてみましたけれども、1個200円とか300円とかで、それに送料がかかってきて、10個ぐらいちょっと美味しそうかなと思うのを取り寄せたら8000円とかになったりとかしたりしてましたので、非常にそれが毎日の食事っていうことになると大変だなっていうのは非常に感じた感想だったんですね。ですからその大変だなっていうニーズっていうか、要望がある、解消したい困りごとがあるっていうことは、それに沿った教室、低等班の教室で、あったかいものをその場で食べれることができる、そしてそれを自分で家でも再現することができるというと、コストはかなり安くなりますので、そういった講座を作ることによって、勝手に探されて勝手に来てもらえるっていう、そういう講座を作ることができたんですね。ですので、ターゲットのニーズを知らないとですね、自分がやりたいように教室を作ってしまうと集客ってしづらいんですよね。要はそれに合った人を探してもらって来てもらわないといけないから、逆にこちらが困ってる人ってどんな人が困ってるんだろう、誰が困ってるんだろうっていうのを探した上で講座を作る分には、その講座に合った人が自然に検索されてくるようになるので、集客という観点から考えると非常にスムーズに楽にいくような形になります。ですのでターゲットニーズを知る必要性っていう分から考えるとですね、それを把握しないと集客に苦しむことになります。なので最低限でもリサーチはしましょうっていうのが、今回のテーマになるわけですけどね。で一応こちらの方では口コミサイトであったりとか、あとは、Google のキーワードプランナーっていうのがあったり、あとアンケート調査、ウェブ上でも取れるアンケート調査、こんなことは紹介していますけれども、一番ですねよく使えるなっていうのが、口コミサイトとかですね、いろんなそのものがあったりとかします。ヤフー知恵袋とかですね、何かそういったものでこういうふうに困ってるんですけどっていうような声が上がってるものがあるんですね。その匿名で上がっているものは割と真実の声だったりすることも多いので、そこからじゃあ教室には何を求めてるんだろう、教室には何を求めてるんだろうっていうのを探った上で講座を作っていくっていう、そういうことができたりしますので、そういう口コミサイトとかから情報収集するっていうのもまず一つです。ただもちろん、桜じゃないんですけれども、あんまりこう意味のない投稿をしている人もいますので、そのあたりは精査して考えるという必要はあったりします。あとは Google キーワードプランナーっていうのがありまして、Google の広告を使う画面のアカウントを作ると見ることができるキーワードを入れて、月間にそのキーワードはどれぐらい検索されているのかっていう無料で見ることができるものがあるんですね。どういうキーワードでその人が見に来てるのかっていう、その関連キーワードとかがですね、見えてくるので、どんなワードで検索しているかが分かると、その地元で何を求めて教室に来る人が多いのか、それが天然工房なのか、イーストでやることができるのか、動物パンが作りたいのかとか、そこまでキーワード入れて探す方って少ないんですけれども、近所の方のニーズ、ないしはもうちょっと広い範囲で集客する場合の、ニーズというものを把握することができます。あとはあまり一般的ではないかもしれないんですけれども、ウェブ上でですねアンケートを取るっていうもの、無料から使えるものとかもいろいろ出ています。
無料ウェブアンケートとかっていう形でやって、そこから出てくる答えを一つの指標にして、ターゲットのニーズを知るということで組み立てていくということも可能だったりします。あとはですね、雑誌とか立ち読みとかもありますね。まあ、買っていただいてもいいんですが、自分がターゲットにしたい層の方が読みそうな雑誌を見て、その中から今流行っているものを、どんなものに興味があって、食にはどんなことに興味があるのかっていうことも書いてありますので、そちらを参考にしながら講座を作っていくっていうことができたりします。どの道ですね、ターゲットのニーズを把握しないまま講座を作るっていうのは非常に執着しづらい、教室を作ってしまうことになりますので、ターゲットのニーズを知るっていうことを一つ念頭に置いて、出だしの教室作りをしてみていただければというふうに思います。それでは。